うますぎる。おはようございます。本日は4月の25日かなの月曜日でございます。まあなんとかね早く起きる努力を始めております。で6時半前ぐらいに起きて、まあ、目覚ましに今コーヒーを飲んでいるところでございます。あれですね、最近の目標というか、まあ、あれですね、朝方の生活にしようっていうのが目標というか、今頑張ってるところですね。すごいなんかね、自分は夜更かししちゃう傾向にあって、朝めっちゃ、休日であれば起きるの遅かったりとか、平日だとすごい起きるのだるくて、何も起きた後頭働かないとか、そんな状態になってるんで、なるべくこう早く寝れるようにして、夜活動するんじゃなくて、夜早く寝た分朝早く起きて朝活動しようみたいな、もうバタバタ用意して行くだけの朝じゃなくて、もうちょっと夜早く寝た分朝しっかりと活動するみたいな、そうした方が絶対そのね生産性も上がるし QOL も上がると思うんで、ちょっと頑張ろうかなっていうところであります。理想としては10時ぐらいに寝て5時ぐらいに起きるっていうのまで持っていきたいですね。はい、今回はまあ12時ぐらいに寝て6時半に起きるって感じだったんですけど、だいたい7時間睡眠ぐらいは確保したいなと思ってて、まあ10時5時ぐらいにできるといい感じの朝方生活に切り替えられてるんじゃないかなって思うんで、ちょっとそこら辺まで頑張りたいと思います。まあ、今週は4日なんで楽ですね。金曜日から多分ゴールデンウィークに入るんで、まあ4日頑張ればいいというようなことなので頑張っていきたいと思いますね。はい、そういえばね、なんかどっかテレビかなんかでやってましたけど、朝起きるときになんかこう自分にとって得なことというか、まあ楽しみを用意しとくといいらしいですよ。まあ例えばね、コーヒー、このコーヒーだとしたら、もう本当にそのね、朝起きるときにも学校行くとか仕事行くとかそういうこと考えると、もう本当しんどくて起きられないんで、なんかもうコーヒーと好きなお菓子を朝食うぞみたいな感じで、そのために起きるんだみたいな気持ちで行くと意外といけたりするみたいなことがテレビで言ってました。なんで朝、まあ早めに起きた分、なんか自分のね好きなこと、朝できることをちょっと考えて、まあそれを楽しみに起きるみたいにすると、意外とさっと起きれるみたいです。なんで自分の場合はコーヒーが飲める、コーヒーを飲みながら好きなお菓子を食べながら、まあバームクーヘンとか最近ハマってるんですけど、を食べながら YouTube 見るっていうのがね大好きな時間なので、まあこれのためにてか、実際夜さ甘いもの食べるより朝の方がね太りにくいんですよね。糖分の吸収というかが少なかったりとか、そもそも夜寝る前に食って消費しないじゃないですか。まあ、朝だって今からこう出かけたり動いたりするわけなんですが、まあ実際朝の方が消費カロリーというか、まあ朝食べた方が夜食べ深夜とか寝る前とかに食べるより太りにくいんで、まあそういうメリットもありますと。いや、物事をする上で夜より朝の方がメリットが多いっていうのは事実なんで、まあそんな感じで朝型生活にチェンジしていくの頑張りたいと思います。ということで朝飯ですが、朝からカレーをいただきます。でなんで朝からカレーなんだっていう話なんですが、本当はパンとかを食べようと思ったんですが、ちょっとね、昼飯に毎回なんかコンビニとかで買ってると、なんか、体にもあれだし、お金もなくなるんで、ちょっとおにぎりも握っていこうかなと思って、とりあえず、いちご、お米炊こうと、昨日の夜炊こうと思ったんですが、いつもの癖で2合入れてしまって、さすがに2合はおにぎりで使わないし、このまま保温しといてもカピカピになっちゃうので、まあ、朝、
なんかご飯使おうと思って、まあ、とりあえずカレー食おうということになりましたんで、朝カレーです。二日目カレーですよ。昨日も言った通り、カレーはね、温め直すほど美味しくなる説があるんで、ちょっとじゃあ、カレーをいただきたいと思います。っていうか、昨日さ、あれだけ食ったのに、まだ3分の2ぐらい残ってるっていう。やっぱ一箱作ると、持ちますね。今日の夜も食えるんじゃない？まあ食えるだろうけどね。そしてですね、昨日ルーを入れるときに、ちょっとミスって、跳ねちゃって、めっちゃ汚れました。あとこの細かい点々みたいなのは、野菜炒めてたときになりました。やっぱな、汚れるんだな。まあ、声、なんかここら辺に飛び散ってるのは完全に料理入れた時のあれだと思いますが。はい、ということで、昼飯作りました。まあ、ただ、ご飯握って塩をかけただけですが、まあ、これで十分でしょう。海苔は今日なしで。海苔なんかふやけたのね、嫌いではないんだけど。まあ、ちょっと今日めんどかったんで。はい、ということで、カレーでございます。二日目カレー。よし、じゃあ美味しいこと間違いない二日目カレーいただきたいと思いますね。間違いなくうまいと分かってたけど、うまい。コクがね、やっぱ昨日より違うんですよ、本当に。大体の食べ物っていうのは、出来上がったあったかいうちが美味しいじゃないですか。で、温め直したりすると、まあ、すごい、品質っていうか、味が落ちるわけじゃないですか。でも、カレーに関しては、逆で、まあ、出来上がった、まあ、出来上がった瞬間も美味しいんですけれども、一回冷めて、温め直したりとか、一晩置いて、もう、完全にこう、冷め切って、漬け置きした状態で温めて食べるみたいな、そういう食べ方をした方が美味しいんですよね。で、出来上がった瞬間というか、まあその時よりもコクが出てうまくなるというような、味もなんか濃くなってるような気がするんですよね。量的には変わらないじゃないですか、一晩置いたって。でも味が結構濃くなった感があって、結構あれだね、でもとろみが増したりするから凝縮されてるのかな。美味しいですね。なんか味が濃くなってるから、カレーのルーがほんのちょっとでもご飯がめっちゃ進むみたいな、濃くなるとそういうことが起こります。もうめっちゃカレーのルーの味が強くて、もう本当にルーの量に対してご飯の量がめっちゃ多くなるっていうような感じですね。まあうまいです。ちょっとカレーもね、いろいろアレンジしてみたら面白いと思うんだよね。ちょっと、ただ食べるだけじゃなくて、いろいろやってみようかなと思いますね。実家でなんだっけ、チーズかけたり、チーズかけて、チンして、やってたりしてたんですけど、あれも良かったんですけど、まあ、マヨネーズかけるのとか自分好きだし、納豆とか卵とかかけてもうまいし、まあ、いろいろなんかアレンジ。なんか、このカレーライスだけじゃなくて、カレー使ってなんかいろんな料理とか作ってみたいですよね。まあそんな感じで間違いなくうまいということです。やっぱ外に洗濯物干すと正解。よいしょ。よいしょ。まだやっぱちょっと湿ってるか。まあこれは想定内です。昨日の夕方干したからね、本当朝干した方がいいんだけど、まあ今日一日置いとけば乾くんじゃないかなって。夜は乾かないからね、置いといても。こいつは乾いてきたな。夕方には完璧乾く感じ。まあ、夕方とりあえずなんかあと3時間ぐらい干したら完全に乾きそうな気がしますね。湿り気というよりちょっとね、冷たさを感じるから少し水分入ってるのかなって感じするけど、湿った感じはしないね。いいな。オッケーオッケー。やっぱこのスタイルいいっすね。めっちゃ干すのが楽になりました。よし、じゃあ月曜ゴミ出せるんで、こいつ出して行ってきます。
もうここの桜完全になくなっちゃいましたが、奥のなんか民家の桜はなんか結構咲いてる。今日も歩きで行きます。自転車がねブレーキ壊れてて使えないんで歩きです。でもブレーキね、一応なんかブレーキパッドの消耗かなと思って、パッド、ブレーキパッド注文しましたん でそれが今日届く予定なんですよね。なので今日修理して置き配にしたから、もしかしたら帰ってきたら届いてるかもしれませんが、とりあえず今日そのパッドを交換してブレーキ直るか、そしたら明日は自転車で行けますと。お、綺麗、いいっすね。今日も綺麗です。あ、でも頑張って花びらが残ってる。頑張ってますね。よいしょ。あのね、止まってると涼しいけど歩くと暑いって、今もうちょっと涼しくてもいいな。でもあの風がないのがいいです、うん、ここの桜というかやっぱ種類によってだいぶ時期違うな。これ葉桜ぐらい。でも東照宮の中の桜はもうほぼ終わってます。お、全然こって本当に種類によって全然違うんだ。今日はアイスカフェラテファミマのやつです。カフェラテやっぱ自分で作るやつよりね、さすがに店のやつはうまいです。今日どっかね食べに行こうと思ったんだけど、どこも混んでて時間間に合わないから、注文したとしてもいつ出てくるか分かんないんでやめました。やっぱこの時間中に外食は難しいんですね。ちょっとな、外食できたら楽しかったんだけど。よし、セブンで終わりました。今日はフルタイムで一応あったんですが、なんか10分ぐらい早く終わりました。でなんか今ちょっとびっくりしたのが、iPhone がね結構ヤバめな挙動を示したんですよ。なんか最初なんか曲聴きながら歩いてたら曲が止まったんですよね。なんでかなと思って見たら、なんとあのモバイル通信が入ってなかったと。圏外状態になってて、モバイル通信もオンになってるのに、あのなぜか棒が1本も立っておらず圏外になってて、でなんでだろうなって操作してるうちに画面が固まって、あの動かなくなってしまって、その画面ホーム画面のままフリーズしてしまって、で動かず、で強制的に電源を切ろうかと思ったんですが、電源ボタンを押しても反応せず、もう長押しとかしてもダメだったんですよ。長押しとかしてもダメで、で一回充電のケーブルに挿してみようと思ってモバイルバッテリーを取り出して、それ挿してみたんですよ、ケーブルを。そしたら急に画面がブラックアウトして、で勝手に電源が入って再起動が始まって、でそれからはまともに使えてるんですが、何なんだろうね、すごい怖いです。画面が急にモバイル通信を認識しなくなって、画面がフリーズして、電源ケーブル挿したらブラックアウトして勝手に再起動されてって、何なんだろう、ちょっと怖いですね。なんか壊れるのかと思いましたよ。これ最新の iPhone 13 Pro だからさすがに半年では壊れねえだろうと思うんですけどね。いや怖いな、またなったらどうしよう。なんか家族の携帯が結構なんか急に電源落ちたり、ホーム画面のままフリーズしたりって症状があったりしたんですけど、それは単純に古かったのとスペック少なかったりとか、そういう感じでなってたんですけれども、
この iPhone に関してはもう一番現行の最新のやつだし、スペックとかもそんなあれだし、別に特にね重い動画編集とかしてたわけじゃなく、あの音楽を Bluetooth のイヤホンで聴いてただけなんですが、なんでそれであの症状が起きたのかっていうのがちょっと怖い。今これ動画撮ってる分には何ともないですよね。ちょっと何なんだろう、怖い。頑張ってる。ここら辺も踏切のとこも結構咲いてますね。種類によって全然時期が違うんだな。すごい。時期が違うのか、咲く時期は同じだけど長いのか。ところどころまだ桜は咲いております。すごいなんか辺り一面桜みたいな、そういうところはなくなっちゃいましたが、ポツンポツンとはまだ咲いておりますね。結構咲いてるのもあれば葉桜になっても頑張ってる桜あります。配達したって言ったのにどこにもないぞ、荷物か。あ、こんなの入ってるのか、そっか。しかも、で、玄関、電気ついてたし。この中にあるのか。あ、こん中にありました。よし。さあ、来た。これで、おそらく、チャリに乗れる可能性が高くなる。パッケージだけじゃ何かわかんないけど、あれですね、あのなんかすっげー中国感なんだけど、あれちゃんとしたメーカーもの買ったはずなんだけど、まあ使えればいいけど、あれめっちゃチャイニーズです。なんかシマノのやつを買ったんだけど、 AHL ってどこ、んちょっと大丈夫なのかなこれ。いや、とりあえず開封。よし。よいしょ。お、こんな感じですね。ここに入ってるのがパッドですか。初めて見ましたね。で、この上に入ってる金具が、このパッドを取り付けるための金具。そしてピンも。ちょっとね、動画を見たので、少し知識はあるというか、なんですが。これが2セットついてきたか。いうような感じですね。これいくつ、あの、何セットつけるかとかは自分で選べて、まあ、前輪後輪なんかどっちも効き悪かったので、一応2セット買って、どっちも交換してみようと思います。よし、じゃあちょっと、チャリを持ってこいと思うんだけど、とりあえず、こいつの裏に、下が汚れないように、こいつの上に、なっておこう。人がおりますね、外に。ちょっと外の部屋に人が座ってるんだけど、持ってくるときに邪魔になんないかな。いなくなってからの方がいいかな。開けてもらうようじゃちょっと悪いから。よくね、うちのこのアパートの前の塀みたいなあのところに座っておばちゃんたちがよく喋ってるんですけど、ちょっとね悪いですね、避けてもらうようじゃちょっと悪いんで、話終わるまで待ちましょう。お、終わりましたかね。じゃあちょっと持っていきましょうか。
しょ。よいしょ。何これ、開けるときはストッパー効かないのね。止めるときは、あ、違う、閉めるときは閉まんないっていう。よし、できたぞ。よいしょ。さあ、ではね、修理する前にこのチャリがどんだけ止まんないのかっていうのを皆さんにお見せします。てかマジでなんでこうなったのだろうなっていう感じですけど、マジで止まりません。ちょブレーキ、ほら今フルでブレーキかけたんですけど、ちょっとやっぱ分かりにくいな、広いとこじゃないと。全然止まんないですね。 めっちゃあれじゃん、なんていうんだっけ、きしんでるって言わない、なんていうんだ、この油が足りないみたいなことになってますけど、ちょっとね、この前輪がそこのカーペットのところに差し掛かったら両方本気でブレーキやってみます。はい、踏んでますで、やっと止まってた。やばくないですかこれ。事故りますよ絶対これは。伝わったでしょ今の。だいたいね、ていうか今足でちょっとヒュッてやったぐらいの、速度ですから、もう本当に歩ってる速度の2分の1ぐらいの速度なんですけど、ここら辺で止まったよね。だからだいたい50センチ、1メートルはかかってないけど50センチ以上かかってるっていう、とんでもない制動距離の長さなんですよ。これが、まあ、普通に走ってる速度とか、あともう仙台とかね、坂道多いからもう坂降りてくる時なんてほぼ効かないですから。はい、ということで、もうマジでね、そういう時はマジでちびるぐらい、ビビるんで、ちょっと、直していきたいと思います。よいしょ。あれ、どこ行ってるんだっけ？ブレーキは。ブレーキじゃない、パッド、あれ？パッド、あった。ブレーキのパッドっていうのが、今これ前輪で、いた！前輪で言うと、ここかな？ちょうどこのディスクの、ここ、ちょっと挟み込んでる、ここあるじゃないですか。ここの中に、パッドが入ってるらしいです。で、ここちょっと、あれだな、やっぱ、参考にした動画みたいなのをもう一回見ます。で、一応必要な工具は、六角レンチでいいのか？レンチっていうか、レンチでいいんだっけこれ。六角の、こういう L字レンチ。と、ニッパー。じゃないわ。ペンチ。があればできるらしいです。ちょっとこれ何番かは、ちょっと、わかりませんね。これダイソンですからなんかちゃんとしないから書いてないし、ちょっと何番のやつ使えばいいかとか。てか、自転車によっても違うかもしんないしね。で、やり方。一応ね、なんか、後輪からちょっとね、やっていき、わかりやすそうだったんで、後輪の方からやっていきますが、このね、プロマックスって書いてあるやつありますよね。これ。このプロマックスって書いてあるのが、そのブレーキの本体というか、この中に、パッドが入ってて、このワイヤーによって、こう、中のパッドで、このディスクを挟み込んで止めてくれるという装置でございます。で、この装置が、ここ、多分おそらく、このネジとこのネジ、2本、だいたい2本って言ってましたが、動画では。この2本のネジで、フレームとくっついてるらしいので、とりあえずそれを外すということです。そうすると、ディスクとこれが外れて、パッドが交換できるような状態になるということなんで、ちょっと外していきます。そうすると、こいつが、お、外れた。こんな感じで外れて、ここにパッドが入ってると。いや、ちょっと汚らしいですけどね。はい。まあ、ここ、ディスクから、この挟み込む部分の、装置が取れました。で、次は、なんかピンみたいなので、刺さってるみたいな。ピンピンピン。OK。で、このチャリの場合は、一応これ取れたんですが、このピンみたいなのが真ん中に刺さってて、その両端から、この、パッドの上にこのなんか飛び出てる部分ありますよね。これがあって、で、このピンを、こっちが上でしたね。こういう風についてたんで、これをニッパーで上に引き抜くと、下から、この、ここの部分から、このパッドがニッパーで掴んで取り出せるというような、ことになっておりました。
うわ、これやっぱり、見てください、これ。やっぱりパッドが原因かも。ちょっとね、これ最初からメタルパッドついてたんだ。ほ、こっち、あのね、こっちのパッド、まあ、減ってるのか、やっぱちょっと素人目だからわかんないけど、この、今画面正面についてる方のパッドはね、あの、一見すり減ってないように、もしかしたらすり減ってるのかも、あ、ピンと。もしかしたらすり減ってるのかもしんないけど、こっちはあんますり減ってないと。で、こっち、これ見てくださいよ。なんでこういう感じな時にピンと合ってくんないのかな。ほら、わかりますか？これ、しかも斜めになってますよ。これやばいね。これ、変えてよかった。普通はこうやって平らになってるじゃないですか。でも、こっち、減ってる方のパッド、斜めになってる。これは効かないわけだわ。ちなみに今一瞬メタルパッドとかって言いましたけど、あれ、なんだっけ。このメタルパッドっていうやつがすごい効きがね、いいようなやつになってて、もう一つなんか樹脂製だか、樹脂製かな、ね、パッドがあるらしいんですけれども、それが普通はなんか、この自転車は最初からメタルがついてましたが、その樹脂製のパッドが本当は最初はね、ついてるような感じになってて、それでもまあ普通に使えるんですけれども、まあ、制動距離というかが、まあ、メタルと比べると少し、ブレーキの、力が弱いよ、弱いよってか、メタルの方が強いよって言った方がいいのか。普通の効き方っていうことですね、樹脂製だと。で、メタルの方は、すごい効きがいいというようなことです。その樹脂製のやつに比べて効きがいい。でもデメリットとして、ちょっと音がする。その、耳障りの音とかじゃなくて、まあ、ブレーキらしい普通の音がする。樹脂製の方が静音性に優れてるっていうの。で、メタル製の方が、このディスクへの、ディスクの摩耗が樹脂製のものより激しいというようなことでしたが、まあ、制動距離っていうか、もともとメタル入ってたし、まあ、制動距離をね、短く、しっかりブレーキかけたいんで、メタル製のものを選びました。まあ、樹脂製でもいいと思いますけどね。うん。普段使いっていうか、なら、まあ、樹脂製。まあ、樹脂製の方がなんか多くて普通に使われてるらしいんで、樹脂製でもいいと思いますが、ブレーキしっかり効かせたい方はメタルがいいんじゃないかなと、思います。ちょっとね、これご覧いただいてわかりますかね。これ前入ってたやつで、これ今の買ったやつなんですけど、明らかにこれ形が違うと思うんですよね、丸と四角で。で、この丸いやつじゃないと入んなかったみたいなんですよ。ちょうどね、挟み込む、装置の中にこう、この形に丸いくぼみがあって、ちょうどこの、鉄板の部分がこう収まるようになってて、このパッドの部分だけ飛び出してくるような構造になってるんですね。なんでそもそもこの四角いやつが入る構造じゃないっていうことだったんで、ちょっと、あれですね、買い直すしかないという。この四角いの一回返品して、とりあえず新しいのっていうか、この形のものを購入するかなという形にしました。で、ちょっとね、自転車さすがにちょっと使いたいなと思ったので、ちょっとね、なんかね、このパッド、古いパッド外してみたら、なんかどっちも削れてるとかっていう、あれじゃなくて、まあどっちも削れてるとは思うんですけど、どっちかが消耗がすごい激しくて、こう斜めに削れてたりとかってしてて、もう反対側は、そこそこ厚みがあったりとかする状態なんで、その、比較的生きてそうなパッドを、ちょっと前側のタイヤにつけて、ちょっとこっちのブレーキだけ効くようにしましたと。あんまり調子に乗って乗るとね、あれですが、まあ、とりあえずこれでブレーキ効く状態になったと思うんで、ちょっとこれ戻してちょっとブレーキ効くようになったかちょっと試してみます。とりあえず取り付け完了しました。ちょっとこれは申し訳ないですけど、返品させていただきます。さて、どのくらい効くようになったかな？あれ前輪が、ちょっとどっちだっけ、レバー。あれ忘れた。よいしょ。こっち、あれ。あ、こっち、乗った状態で右が前輪。あんま効かん、あ、こっち、あ。こっちめっちゃ効く、あれこっち、あれなんか、後輪の方が効くんだけど。あれ
なんかパッドが、あれなんでこれ、パッドが比較的消耗してない方を前に入れて、あのすごいもうすり減って、あの斜めになってるようなやつを後ろに入れたんですが、後ろのブレーキの効きます。これなんでだろう、え、なんで、なんかなんで、ちょっと不思議なんだけど、なんか、なんでだろうね。消耗したやつを入れた、あの減ってるパッドを入れた方が効くっていう、なんでだろうね。ちょっとそれは分からない。あ、効く、後ろブレーキ効きますね。こっちが前だよな。ちょっと待って、ちょっと上げて、うん、そう、前は効き悪いわ、やっぱ。ってこれやばくないですか、こうやってこれっすよ、今本気で、本気でというか、まあ最大にやったんだけど、まあいいや、まあ効くように、後ろ一応効くようになったから、まあいいけど、ちょっと不思議。まあいいよ、効くんだら。よし、ということで、あ、そう、もう一つ紹介したいものが、というか取り付けたいものがあって、ちょっとね、これご覧いただくと分かると思うんですけど、グリップ。これちょっと見てくださいよ、これ。ひどくないですか？これ経年劣化というか、なんか、だんだんこうやって裂けていっちゃって、完全にこう、破れちゃったっていう。こんな状態になってしまってまして。で、なんかね、ここもすごいなんか、こういうなんか金属パーツがついてたんだけど、気づいたらこれ取れてるっていう。しかも割れた、この内側のプラスチックが割れてる形跡がある。こっちに関しては、グリップは、グリップのこのスポンジ自体は、亀裂とか、てか、なんかちょっとボロボロ。これも経年劣化でちょっとボロボロしてきちゃって、経年劣化って言っても半年ぐらいしかやってないんだけどな。で、もちろん、ここの金具はなくなってると。いうような感じになってしまってるんで、ちょっとね、あまりにも見た目がすごいダサすぎて、握り心地も悪いんで、新しいグリップを買いました。はい。これはなんかこの脇のところに金属パーツがついてるとかじゃなくて、全部一体型になってるやつで、エンドキャップみたいなのついてるって。なんかエンドキャップもね、すごい取れやすかったんですよね。で、なんとかこうつけながら外してて、走ってて、ついにどっか行っちゃったみたいな、そんな感じだったんで、これダサいっすよね、こう筒抜けなの。このパイプの中が筒抜けなのダサいんで、これはエンドキャップがもともとついてるもの。一緒に多分これ接着されて固定されてて、だからもう本当にブスッと差し込むだけで取り付けができるグリップ。EVA。まあ、こんな感じのね、グリップ。KCNC ってとこのやつなのかな。のグリップを購入いたしましたので、ちょっとこれに変えたいと思います。ちなみにこの以前まで使ってたグリップは、ここにね、ネジわかりますかね、この金属のリングのところにネジがついてて、それで締め付けるっていう感じだったんですけど、今回買ったやつはその締め付ける系がないから、なんかこう、取り付けた時に回転しちゃったりとか、なんか抜けたりしないかなってちょっと心配なところではありますが、まあ、とりあえずちょっと取り付けていきます。ちょっとこれ完全にこの製品、失敗だったな。しかもこれ割れてるし、ここも。品質悪すぎでしょ、さすがに。マジか。ちょ、この新グリップ、つけていきます。イラスト見た感じでは、この、うわぁ、ちっちゃ。か、違う、Amazon のイラストで書いてあったんだ。これも引き抜くだけ。だからもうこれ、ボスッと、被せるだけっていう。Amazon のページで見た感じは、この KCNC のロゴが、こっち、自転車に向かってみたときに前に来るような向きで。だから、自転車に乗ったときはこのロゴが逆になる向き。こういう風な見え方する向きでつけるみたいです。だから、この KCNC から見て、右側が、エンドキャップになってる方は、自転車正面から見て右につける。これも被せるだけだよな。さすがに片手ではむずいか。あ、来た。想像以上にかっけえ。どうですか、この。てか意外にこの素材感もちょっとかっこいいですね。この伝わりますかね、ちょっとかっこいい。このマットな感じ。やっぱ質感がなんか全然違うね。やっぱいいやつだったか、結構評価とかも高いやつだったんだけど、このなんか、一見硬そうに見えて、
握り心地は普通にいいって、まあ柔らかすぎず、すごいなんかグリップがしっかり効くような感じ。グリップがしっかり効くんだけど、すげえなんかゴムみたいな滑り止め性ではないみたいな。グリップが効くのに触ってみるとサラサラしてるみたいな。そんなような素材。うわ、これよかった。そしてここも見えない。あ、全然かっこよくなった。わお。よし、とりあえずちょっとあのオイルとかも全然塗ってなかったんで塗って、タイヤの空気圧も見て、ちょっと一通り、え、ちょっと汚いんですが、今度掃除します。やばい、走りがスムーズすぎます。そしてブレーキもしっかり効くんで安心感あります。今日はカインズ、あのニトリとかカインズとかあるところのあのカインズに行ってみたいと思います。あの港の方じゃなくて、一番に仙台に来て最初に行ったところのカインズに行ってみたいと思います。ちょっとこの前のバイパスのところの道もいいんですが、もうちょっと近い道、あそこ結構太い道路ですが遠回りなんで、ちょっと近い道見つけたんでそこ通って行ってみます。夕方も綺麗、あの景色いいとこ行けばよかったな、失敗した。夕方も見たかった、夕方見たことないんだよな、今度だな。あの例の急勾配をちょっとね下ってみましたが、乗ったままでもしっかり止まれてすっげえ安心感あった。うわ、いや良かったです。すごい天気いいな、快晴です。あ、ここにもよくあるんだ。今東照宮からずっとまっすぐ来たとこだけど、つかきついこの坂。あの東照宮の道をねずっとまっすぐ行くと、突き当たりに行くとドンキとかある道に出て、そこ行くと着くみたい。ちょっと待って、とんでもない下りが、さっきめっちゃ登ったのにここで下ってしまうっていう、めっちゃ無駄。アップダウン激すぎる。このルートバイパス通ってた方がいいかも。確かに距離的には全然近いんだけど疲れる。やばい、結局複雑な道行くことになっちゃった。てかセミみたいな声がするけど、まださすがにセミいないよね。なんだろう、え、大丈夫これ、あのなんか電気のやつがめっちゃビーって言ってるけど大丈夫、漏電とかしないんだよね。すごい音してる、怖いな。いや違う、確かに動物の鳴き声だ。なんだろう、セミっぽくはないな、さすがにまだいないか、4月だもんな。おいおい勘弁してくれよ、何これ下ってまたあそこで登ってるじゃん、何これ、下る意味登る意味なし。うわ、もう絶対バイパス行った方が良かった。これ今下った直後にあそこまた登るんすよ、なんだよこれ。しかも速度つけていこうと思ったら赤、なんということ、疲れた。うわ、何これ、またこの分離、え、これ下行かなくてよかったな、めっちゃ違うとこ連れてかれてそうでしたね。これ分かった、あの下から出るんだ、なるほど。こんだけの高低差をねあれするためのトンネルでした。このトンネルの上にはねコンビニとかバス停、コンビニじゃないわ、公園とかバス停とかいろいろありましたよ。チャリと人はここを歩くというようなことになってました。なんかすごい高速にでも行っちゃう道だと思ったら、ここがすげえでっかいトンネルになってるんだ。うわ、超でっけえトンネル、てか超でっけえトンネルとかって言ってもトンネルをこんな間近で見たことないからでかく感じるだけかもしんないけど、おわすげえ、南高台トンネル、おわ、もう1ヶ月住んだのに全然道覚えられてない。いやさすが仙台、複雑すぎます、複雑だし高低差が大きいし、何せ道がまっすぐじゃないからね。会津だったらなんとなくこのバイパス、この道行ったらここ着くだろうなって予想つくけど、仙台の道ってどこ曲がっていくか分かんないからな。あの大通りとかでもすごい曲がり方とかしてぐちゃぐちゃでマジで分からないから。ちょっと喉乾いたんでこのびっくりドンキがあるところのファミマに乗ります。フルーツオレ、友人に勧められて何気にマイボムなんですよね。セブンは飲んだことあったけど、ファミマのやつもファミマのやつも甘くてうまいです。いや30分以上かかった、やっぱバイパス行った方が良かった、完全に。でも新しい道開拓できたんで良かったです。
よし、じゃあちょっと買い物していきます。いや、ちょっと陳列場所が分かんない商品があって、結局閉店まで行っちゃった。もう8時です。やばい、帰んねえと。よし、じゃあ帰りはもうバイパスを取って帰ります。すごいかっこいい車っすね。めっちゃアンティークって言わないか、なんて言うんだ、なんか大規模に工事しておりますね。何の工事だろう。すんげえ目立ってます。あ、なんかすげえ音する。なんか大々的になんか不気味な音出しながらコンクリートをでっかい機械でカットしてました。そう、これがどこにあるか分かんなかったんですよ。この空のボトルのみの切り拭き。そう、このファブリーズを入れようと思って探してたんだけど全然見つかなかった。今日の成果すごいですね。10キロぐらい走りました。おお。で、あれですね。あ、違う。トータルディ、あれだ。17キロ。お、マジかよ。トータルディスタンス、17キロ。これあれだ、速度だね。スピードが 8.7 キロ。うわ、やば。20キロ近く走、マジ？マジで言ってんのこれ。じゃあ片道、8キロぐらいあるってこと？そんな離れてんだ。やば。こんな感じにラベルもできました。あ、いいですね。よし、じゃあ本日は、カレーライスをね、また残ってるんで、全然残ってるんで食べようかと思ったんですけど、ご飯を炊き忘れたのでパスタにします。なんか家族とね、家族にね、と電話してて、どうしようかなって言ってたら、パスタいいんじゃないと言われたんで、ちょっとパスタにしてみます。そして鍋洗ってなかったんでフライパン。はい、ということで夕飯でございます。カレーパスタでございます。うわー、うまそう。しかも2日目カレーですからね、絶対うまいに決まってるんですよ。あ、やば、うますぎだわ。この二日目カレー特有の、なんか、ねっとり感がしっかりパスタに絡んで美味しいです。うん。うんうん。絶品中の絶品です。どっか多分レストランで出せるレベルの味です。うまい。マヨネーズかけるとさらに3倍うまいです。カレーにマヨネーズは個人的にめっちゃおすすめなんですよね。